皆さんいかがですか。いかがですか。昨日熊本市の鶴屋百貨店で販売が始まった焼肉のタレ。地域が抱える課題の解決について研究している熊本学園大学の酒井ゼミの学生たちが開発しました。学生たちが着目したのは熊本市西区の課題となっているイノシシなどの鳥獣被害。特産品のネーブルを使って捕獲したイノシシの肉も美味しく味わえる商品を考え、調味料メーカー熊本市と協力しおよそ1年をかけて作りました。イノシシの肉をいかに美味しく食べれるかというところを考えて、でそこからそのネーブルと結びつけるというところで少し難しかったところがあると思います。結構ネーブルが入っているので甘めに仕上がっているので、お子様が召し上がり食べやすいようになっているんですよ。商品名は味の池龍伝説のタレ。西区にあった地変寺が味の池に住む龍を鎮めるために建立されたという伝説にちなんで名付けました。ネーミングがね、ネーミングがいい。龍はね、天の神様ですからね、運が向きますよ。やっぱり地元のものをね、そういうふうに興味があっていろいろね考えてくださるっていうのは肝が持ってますよね。嬉しいです。鳥獣被害をきっかけに生まれた焼肉のタレ、1本税込み540円で野菜炒めやカレーの隠し味にもよく合うということです。